次に中山純一議員。無所属中山です。私は請願14、15、16、18号の4つについて委員長報告に反対、採択すべきの立場でお話しいたします。まず請願14号校庭と体育施設の安全について、この請願では3つの対応を求めています。まず1つ目、教育委員会が行っている体育施設安全点検で異常があり、修繕または対策が必要という C 判定と、危険性の高い異常があり、緊急修繕または破棄・更新が必要という D 判定とされるものについて、速やかに必要な対応を取ること。2つ目、防球ネットのかさ上げをしたケースについて、かさ上げ部についての強度を計算した形跡がないことから、強度に不安がないのか、専門家により安全性の確認をすること。そして3つ目、品川区の校庭から大量の金属製の釘やガラス片が見つかったことから、さいたま市には同様の問題がないのか、早急な確認と対策を取ること。これに対し、文教委員会の参考意見聴取では、以下の点が明らかになりました。まず、体育施設安全点検については、昨年度 C 判定が1572件、D 判定が96件もあったこと。それに対し、対応できたのはごく一部であること、子どもたちの安全の確保のために対応する予算の確保に努めたいとのことでした。2つ目、防球ネットのかさ上げについては、構造計算は行っていないこと、本来ならかさ上げでなく、本節の防球ネットに交換するのが望ましいとのことでした。3つ目の、校庭の釘などについては、目視点検で1184本を見つけ撤去しました。したこと、品川区が行ったような金属探知機を使った点検はしていない、金属探知機を使った他市の事例を確認するなどして予算を確保したいとのことでした。ほとんどすべての学校に C 判定や D 判定、つまり異常があって修繕または対策が必要とか、危険性の高い異常があり緊急修繕または破棄更新が必要とされるものが合計1668件もあったのですから、対策を取ってほしいという請願の求めは至極当然のことと思います。防球ネットと校庭の釘などの危険物も請願の求めるように構造計算をきちんとするとか、金属探知機を使うなど安全のためには十分な対策が必要だと思います。文教委員会では請願が例に挙げた、太平省の D 判定と元太省 C 判定の2件には再設置や修繕を予定していて、校庭の釘なども金属探知機の導入も検討しているということだから、願意は達成されているとして不採択とする、委員がおられました。しかし C 判定 D 判定合計1668件のほとんどに対応できていないのに、どうして願意は達成されているのとなるのか私には理解できません。学校管理課も必要の予算を確保したいとおっしゃっていました。つまり現状は予算が足りていないということだと思います。ですから児童生徒の安全確保を進める学校管理課をサポートするためにも、この請願を採択し必要な予算を確保するよう議会として執行部に働きかけるべきと考えます。願意は達成されているとしてしまえばこのままで良いということになってしまうのではないでしょうか。皆さんの適切なご判断をお願いいたします。請願15号合併前の市議会の会議録をホームページで公開してください。合併前の各市議会の会議録は議会図書館や旧市ごとの図書館にあり、そこに行けば閲覧できるとのことです。しかしそこへ出向かないと閲覧できません。また紙媒体では検索ができず非常に不便です。私も旧市議与野市議会の、話を見ようと思ったんですが、検索できず何日かかっても見つかりませんでした。これをデジタル化し、ホームページで公開することは、情報公開の視点からもとても有意義なことと考えます。情報公開に先進的に取り組もうというさいたま市としては、ぜひ取り組むべきことだと思います。毎年少しずつでも作業を進め、せめて合併前10年くらいは順次公開していただきたいと思います。
西岸16号岩槻高齢者講習センターへの公共交通のアクセス手段確保を求めます。高齢者の運転による事故は社会問題になっています。池袋の事件以来特に注目され、ニュースでもたびたび伝えられていますが、私の妻も7年前親友を高齢者の運転ミスで亡くし、昨日も所沢まで墓参に行っていました。被害者家族や友人の悲しみもそうですが、事故を起こした高齢者も人生の終盤において悔やんでも悔やみきれないことだろうと思います。そういう不幸を未然に防ぐために、70歳以上の高齢者に高齢者講習の受講が義務付けられ、2017年からは認知機能検査が強化されています。高齢者講習は民間の自動車学校で受講できるところもありますが、県内の公的な機関では鴻巣の免許センターとこの岩槻の講習センターだけです。西岸が指摘するとおり、この講習センターは公共交通のアクセスが悪く、県警のホームページにもその旨が書かれていて、自家用車で行くしかないようなイメージになっています。ここに来る方はこれから講習を受けようとしている適性が確認できていない方たちです。こういう方たちが自家用車で来場せざるを得ないという状況は改善の余地があると考えます。講習センターの公共交通機関は必要ものと考えますので、この請願は採択すべきです。請願18号、大宮駅北口東口北階段のエスカレーターの設置を求める件。バリアフリーが当然となった今の社会で、市内で最も多くの人流がある階段ではないかという、あの場所に多くの市民が要望してもエスカレーターがつかないというのは、悪い意味で注目を集めるのではないでしょうか。パリではパラオリンピックに際し、世界遺産になっている古い施設も含めた既存の施設をバリアフリー化したということです。それが世界の潮流なんだと思います。 GCS 化構想ではバリアフリー化をまず進めるということですから、それを理由に不採択と委員会の討論で主張された方がいらっしゃったということですが、ではそれが完成するまで何年待てばよいのでしょうか。3年でしょうか、5年でしょうか、10年でしょうか。見通しがはっきりしていて3年待ってくださいというなら分かります。しかし見通しがつかないものをただずっと待たせるのはいかがなものでしょうか。今困っている方にとって先の問題ではなく今の問題です。その解決を求めるこの請願、採択すべきと思います。以上、討論といたします。これで討論を終結いたします。